皆さんこんにちは、僕たちは超特急です。カイです。リョコです。タケです。ユキです。タカシエです。シュエです。マセイロです。アロアです。アルです。さあ、今年8月11日12日にエビダンザライブユニバース2023が国立代々木競技場第一体育館にて開催されます。はい、すごい空気でね。しかも2日間にわたって計3回開催されるということなんですけれども、その3回とも全部U-NEXT で独占生配信されることになりました。ありがとうございます。いやー、まあね、配信されるっていうこともありますけれども、エビライ、はい、まあね、祭りがね、年に一度の祭りが始まるわけですが、はい、どうですか、2桁号車の4人はさ、まあ、2回目のね、出演になりますけど、もうさすがに慣れた。まあ慣れるよね。すごいな、お前。すごいな。すごいやん。あれが折れないんだって、憧れのステージだから、ね。違うか。すごいね、やっぱ1回目で慣れる。すごい、見てて面白いのがさ、その、まあ、なんだろう、超特急以外のグループがさ、よくこう楽屋に挨拶しに来てくれるじゃない。その接し方が4人は、その超特急は先輩だけども、4人は。そうなの。後輩なのか先輩なのかみたいなとこで、なんかすごいなんか気まずそうにしてるから見てて面白いです、それが。面白がってんだ、エンタメとして見てる。あ、悩んでんなと思って。だから今回はもう偉そうにしよう。しない。あ、よろしくねっつって偉そうにしてないよ。ハルとかもう足組んでんでしょ。やっていやってないてか、そもそも俺らでさえもよろしくやってない。やってないから偉そうにしたことがしてそうだっけな。たかしとかしてたね。マジで。あ、バレた。お前ありがとうな。それぐらい言ってる。それは言ってる。これ満月ポーンっつって。めちゃめちゃ大阪のね、お菓子ね。そしてね、ゆきさんほら、今回。そうですね、ソイヤ。ソイヤ企画山手線がありますから。そうです。上位。まあ、3チーム選ばれましたけど。はい。まあちょっとどの日にどうなったりとかわかんないですよ、まだ正直わかんないですけど、ですからね、まあでもあることは間違いないと思いますので、ぜひの皆様楽しみにしていきます。全力でね、皆さん楽しんでいきましょう。はい、ということで、それでは8月に U-NEXT で、お楽しみください。ということで、以上、僕たちは超特急でした。ライブを見るなら U-NEXT。